とりあえず対等な高さに行っていいですか。あ、いいけど、いいけど近づかないね。なるほどな。あれ次の朝だっけ？ 7日目の朝だね。朝だよ。早い話、俺らからしたらね、あいつやればいいって、あいつやればいいって話になるんだよな。俺とは限らない。でもお前タグ持ってるやろ。嘘ついてると思ってんの。いや、全力に逃げるけど。そりゃそうやろな。そうなった。でもこれ以上も話進展しないよな。ないね。じゃああいつやろうぜ、もう。どうするか。ゴリラは夏ターゲットじゃないの？俺？いや、違うんですよ。まあ俺らめんどくさい戦いをしてきたわけですよ。え？ああそういうこと？ちょっと待ってよ。ウェポンにし、あ俺か。俺持ってるよこれ。お前。え、いや違う。ああまあまあ正確には持ってた。そうだ。オッケーオッケー捨てた捨てた。てかなんであいつこのタイミングでそんなこと言ってくんだよ。いやちょっと待ってくれよ。こんなオチある？今ちょっと一番嫌な予感を今よぎったぞ。死んでんじゃね？そのパターンあり、あれ？え、そのパターンあるか？もしかして。さあてどうしようか。この3人しかもういないとか。左、出て左のとこ。はーい。ドックの方。でもやらざるを得ないですよ。ここまで来たら正直待ってても何かが起こるとも俺思えないし。戦うしかないと思うで。なるほど、そういうあれね。遠投してる場合ちゃいますぜ。くっ。くっ。まだ。待て待てゴリラ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 。わかるなわかるな、お前ならわかるぞ。話せばわかる話せばわかる。お前なら話せばわかる。わかるな。いや、わかる。俺の言いたいことはわかるな。お前今何持ってる？ええ。全部持ってるよ。よし。逃げるぞ。俺は夏だ。オッケー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 、逃げろ逃げろ逃げろ。3ですかって言われると確証はないじゃん、俺たち。まあね。俺は龍炎が殺されて、あ、当たった。当てた。よし。お、夏感じた。お、ちょっと。お、すごいすごいすごい。すごい。いや、これゴリラもういいって。面白い面白い。ゴリラを行く必要あんのか。自分でも。あ、ペコペコしました。ペコペコしました。あ、いいぜな。敵取らないんだ。敵取らないんだ。あー弱いなゴリラ。敵取らないんだ。下っ端根性が似合うな。あー鮮やかだったな今の。早かった。ここで逆にリュウエ殺すはおもろいけどな。いや敵取らないのかな。いやでもペコペコしちゃったからなゴリラ今。取らないね。取らないのやっぱ。逆に冷静ではある。自分の実力をちゃんと分かってなんか出しゃばらないで。外してた。え、もしかしてこれさ、俺お前以外、あ、まあ夏はいいとしてさ、俺はもう残機1なんやけどね。あ、はいはいはい。ゴリやる、ほら。俺の返してくれ。で、何？俺、リュウエンと、うん。そこそこ。バイザーイラン。
大丈夫、他全部あるから俺。夏のプレイヤー。夏の、夏のあるわ。夏のお前が持ってたの。そこにな、お前流されてるぞ。あらららららら、いらんいらんいらん。いらん、いらんくなくない、いらん。あそこで、しまったな。ガス食らったのは誤算だったな。あれなかったらだいぶ楽だったんだか。いや、やべえな。食料が持たないっていうのは非常にきついな。で、そう、かつ火力がそもそもないって話をした通りですので、そう、最後の7日目、一世一代の大勝負っていうところが非常に安定感がないというところで、どうするかというと、よし、手榴弾、虎の子手榴弾が効いたぞ、これは。あ、俺手榴弾もうねえや。マジか。マジでないね。二人で勝つぞ、相棒よ。こっから上陸作戦でいくぜ。場所さえバレなければって感じ。そうだね。まあこんなとこ来るやつおらんやろ。体力を15にしておく。よし、夏やりたのでかい。おゴリラやって夏組もうかと思ってたから、正直。ああ、まあそうなるやろな。あれはだいぶ面食らっただろうな、あの手榴弾は。大事に大事に持ってたんだよ、お前から待ったやつは。お前人の手榴弾をバカスカ使いやがって。めっちゃ強え。当たりは強えから。手榴弾で俺3キルしたから。あ、4キルか。強すぎ。いや、有効活用させてもらいましたわ。マジでこのゲーム。いやー、ポンちょっと勝ちたかったなー。いや、最後に後ろ裏切りたかったな、俺は。お前がターゲットなんだよって言って。二人で逃げ惑って逃げ惑って逃げ惑って後ろに殺して、お前がターゲットなんだよってやりたかった。俺の勝ちだよって。ずっとポンチョと一緒にいてさ、チャットなんて使う暇ねえよっていうのが俺ずっとリュウエンとチャットしてたんだよな。んだと？いや、なんか死んだ後にさ、死んだ後にリュウエンから俺と組まないかって言われて、リョウって言って。おい。その後、いろいろチャット打ってる間にいきなりポンチョから、後ろ、おい、ここだよ、ここだよっていきなり来たから。あ、あれか。あの時か。あの時ね、俺、龍炎と落ち合う約束してたよ。くそ。俺に見つかっちまったわけだよ。そうそうそう。いやー、でもあの時、龍炎、自分のタグ持ってなかったって考えると、正直美味しくないな、それだったら。そうだね。やっぱ、鳴らしないのかな。長い。まあ、最後は海からなんて姑息な手を使わず正面から堂々と行こうぜ。まあ誰か立ち塞がっとるやろうけど、最後の花向けということで死んだら死んだよな。てかお前闇医者まだ持ってるんじゃないの。闇医者なんてないよ。あ、ないの。闇医者多分いないよ。あげればさ、なんか闇医者いないと思うよ。あれ違う、あれ何だったん自分のあれ。もうすっぽこぺっこまるだよ。そうか、あれヘッポコマルか。そうだよ、すっぽこぺっぽこまるだよ俺。これはうん、よく頑張ったなお前。なんかもう転職しまくってんのよ、もうブラック職場すぎて。もうだ、初っ端だってもうなんかスカシッペみたいなよくわからん武器捨てたからな、ポイって。でお前に手榴弾を、お前から手榴弾奪った時にもう、あれ、あ、夜明けまでか。そっかそっか。ルールか。行くぞ。行くか。さあさあさあ、タイマンだ。まあ、クワ持ってるからね。クワ持ってるからね。お互いクワ持ち。そしてゴリラパーを持っている、なぜか。そして竜が来ない。夏ここに来て旗を出す？え？お。いや、ちょっとここで。ゴリラはそれに。王
じなあ、おじだ、おじだ。絆だ。絆だ。だったら龍炎殺しに行けよ、お前。ここまで平和主義者やねん、お前。あ、来た来た、龍炎来た、龍炎来た、龍炎来た。おい、ゴリラ動けよ。どうする？ここでゴリラどうする？お前今何でもできるよ、ゴリラ。ゴリラは別にもうその船乗っても全然いいわけだよ。何でもできるよ、ゴリラ。何でもできるよ、ゴリラ。ペコペコしてきたよ。なんで？何？何？何？え？え、何が起きてるの？ここに来て喋る？あれじゃない、ゴリラは前回の反省してたんじゃない？あの、一人だけすぐ乗りに行っちゃったことをもしかして。これなんだこの話や。なんだこの時間。何を話してんの？ あれじゃない、この状況でさ、俺らが死んでることに気づいたんじゃない？もう3人しかいないってこと。あれ？他全部死んだの？マジ言ってる。あれ？あれ？他の人たちは？知らないんすよ。他の人たちはなぜ？え、死んだこれ？他の人たちもしかして。なぜ？いないってことは死んでんじゃね？これ本当に。そんなことある。ちなみに、うん、俺の今ちょっと推理だけしていい？うん。うん、多分タグはこの3人しか今いないとすれば、うん、当たり前のごとく、はい、ほぼタグは君ら2人に割り振られてると思うんです、うんねうん、で、なので純粋にこのまま何も考えずにいけば君ら2人が乗船すれば多分終わるだろうと思ってるんだけど、はい、ワンチャンここで泣きついていいですか？3人で勝てる道筋ないですか？うまいことターゲット分散できないですか？そして7しがないと無理です。7しがないと無理なんですよ。あの全員ターゲットがばらけてないと無理。あ、だからそれにかけてんのよ俺は。それはね、ないんだ。悪いな、夏、俺のターゲットはお前なんだ。ただ一個ごねるならここじゃなくてシステムにごねよ。まあ七しなかったよねって最後に一枚よこせっていうごね方はワンチャンある。いったまねえ。さ、後ろのやつも持ってる。いやけど持ってるよ。ポンチ後ろ持ってるよ。後ろのやつってお前いらないやつ、それもらっていい？まあいいよ。てか、とりあえずバイザーの頂戴。で、あの、整えた状態で一応、みんなで船乗ろう。もうしょうがないから。やつは勝てんけどな。気分だけこれ7種あったら勝てるしなってことで上行っていいですか？ちょっとなんか、いけたいけたいけたっつって。いけたみんな。オフィシャル的には負けなんだけど、いけたいけたいけたっつって。いけたいけたっつって。そういう手で行こう。そうするか。夜明け前までに乗船しないといけないよな。まあ今ちょうど。後ろ、はいはい。後ろ。あ、俺、トイと後ろなんすよ。あ、違うわ。ポンチと後ろんか。あ、違う。行くぞ、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 行くぞ。俺は後ろんだ。よっしゃー。